ゲームに熱中でもその前に時間を決める。超楽しいゲームに熱中でもその前に時間を決める。ゲームやる時間決める。僕たちは約束守る。時間を決めろ。楽しいゲームに熱中。いろんなゲームがあるあるある。超楽しいゲームに熱中。でも刺激強いゲームもあるある。パパとママに相談する。自分に合うゲームで遊べ。相談をしよう。やりたいゲームは胸に合っているかな。約束を守って。楽しいゲームがいつもよりいろんな人とつながれる。仲間をたくさん作れちゃう。ゲームの中でつながれる。でもどんな人だかわからない。コミュニケーションは難しい。でもうまくいった時超楽しい。新しい出会いはいいこともあるし、悪いことだってあるけど、約束を守って。楽しいゲームがをしよう。ゲームはルールを決めてから。皆様こんにちは。これより日本ゲーム大賞2023アマチュア部門の発表授賞式を生放送でお送りさせていただきます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、アナウンサーの柴田翔平と申します。よろしくお願いします。同じく北川らしおです。どうぞよろしくお願いいたします。これから柴田さんと私の2人で、このアマチュア部門各賞受賞作品発表してまいります。柴田さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ本年度もですね、昨年に引き続きましてファイナリストの皆様とスタジオをオンラインで結びまして発表受賞式を進めてまいります。どうぞ皆様最後までお付き合いください。なおこのアマチュア部門はご覧の企業団体の皆様からのご協力講演をいただき開催させていただいております。それでは早速このアマチュア部門についてご説明させていただきます。日本ゲーム大賞アマチュア部門は年齢にかかわらずアマチュアの方が制作されたゲームを対象としたコンテストです。その、作品募集にあたっては毎年制作テーマというものを設けております。今回のテーマはつまりこだわりです。本年度のテーマこだわりからインスピレーションされた作品やコンセプト作品などテーマの捉え方や扱い方は自由とし、作品を募集。プロのクリエイター業界誌編集者による一次審査二次審査そして最終審査を見事勝ち抜かれたファイナリスト10作品を本日これから皆様にご紹介。その中から優秀賞大賞を発表してまいります。まあ、このこだわりということでかなり広い捉え方ができると思うんですけれども、どの分野にこだわるのか、どの部分にこだわったのかというところもご注目していただければと思います。楽しみですね。さあこのテーマをですね元に制作された今年の応募作品は441作品となりました。皆様たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。さあ441もの応募作品の中からファイナリストに残った10作品、どんな作品が出揃うのか非常に楽しみですね。まあ、例年ですね本当に非常にクオリティの高いそして
アイディアに富んだ作品が、ラインナップされるということになりますので、皆さんも楽しみにしていてください。それでは初めに主催者を代表いたしまして、一般社団法人コンピューターエンターテインメント協会人材育成部会部会長斉藤直弘よりご挨拶申し上げます。斉藤部会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました人材育成部会斉藤直弘と申します。セサという名前あまり聞いたことないと思いますけども、コンピューターゲームを作ってる会社や売ってる会社、そして関連する学校が参加するエンターテインメント産業の業界団体です。で、私が所属しております人材育成部会は、クリエイターの育成を目的としておりまして、今日行っていますアマチュア部門、明日行います U18 部門といった企画のコンテストの企画設計運営、それとあと啓発活動ですね、こういったことをやっております。最初に日本ゲーム大賞についてのお話を少しさせてください。右側にある赤い箱3つありますけども、こちらはプロが作った作品を表するコンテストになります。で、一番左側、これ明日行います U18 部門ですね、小中高生が作ったゲームを、表するコンテストになっています。で、真ん中の青い箱、これが今行っております発表受賞式を行っています U18 アマチュア部門になります。で、この左の方で、子どもの時に作ったゲームで賞を取って、で、真ん中のアマチュア部門で賞を取って、そしてプロになって賞を取ると、こういった流れを考えてこの日本ゲーム大賞が設計されています。実際に U18 部門で賞を取った学生さんやアマチュア部門に取った学生さんがプロになって活躍している姿を見ると、この設計うまくいってるなと思っております。今日行ってます発表受賞式の審査の途中の話を少しさせてください。今司会の方からありました通り441作品の応募がありました。こちらを第一次審査としまして、ゲームと一緒に出していただいたビデオがあるんですけども、こちらをビデオだけでこだわりを見極めるのはすごい大変なんですけども、ビデオを見ていただきまして、審査をしました。26名の審査の方々どうもありがとうございます。で、この第一次審査を通過しましたのが97作品ですね。こちらの方が二次審査に進みます。二次審査の方は実際私有審査ですね、プレイをしまして、皆さんが作品に込めたこだわりをここで審査をしました。こちらの方も26名の審査の方々にプレイしていただきました。そして最終審査です。16作品が二次審査で通過したんですけども、こちらの方も私有審査をしておりますが、この私有審査をした後、審査員の方々が議論をたくさんします。自分が思ったこだわりはここなんだよってことを他の審査員の方々にプレゼンをしたりであるとか、この作品はこういうとこいいよねといったことを話をしたり しまして、この今日の発表受賞式を迎えています。発表受賞式は10作品がファイナリストになっております。これから優秀賞そして大賞が決まります。ファイナリストの皆さん、たくさん楽しんでください。他の作品がどんなところにこだわりがあるのか、そういったところを、ね、確認してもらえればと思います。また番組を見ている方々、最後まで2時間ほどありますけども、最後までお楽しみください。いよいよ始まります。斉藤からの挨拶は以上となります。 ありがとうございました。斉藤部会長ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではこれよりファイナリストをご紹介させていただきます。ファイナリストは作品名の50音順で発表をさせていただきます。そして10作品の中から優秀賞、優秀賞の中から大賞が発表ということとなっております。さあ、ファイナリストの皆様、準備はよろしいでしょうか。それではファイナリストのご紹介です。日本ゲーム大賞アマチュア部門ファイナリスト1作品目はガバリー旅行記、日本工学院専門学校サンクラブさんです。おめでとうございます。代表者の吉田彩香さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。緊張されているというふうにも思うんですけれども、ファイナリストに残られた感想一言を吉田さんお願いします。さあ、少しミュートになっているかもしれませんね。こちらに音声届いていないかもしれません。設定の少し確認していただいてもよろしいですかね。吉田さん、聞こえてはいらっしゃいますかね。あ、聞こえては、届いてはいる。マイクの設定などがね、
ちょっとどうしたんでしょう、はい、ただちょっと表情を見ていますとかなり緊張しているのかなという感じもします。周りにこう仲間も ね、音声届いたでしょうか。吉田さん、では改めまして、はい、はい、感想ですね、一言お願いいたします。はい、こんにちは、まずは遊んでくださり、またファイナリストに選んでくださりありがとうございました。連絡をいただいた際、チームメンバー一同とても驚いてたんですけど、今は、喜びでいっぱいです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ではここで3クラブがどんなグループなのか、こちら自己紹介映像をお預かりしておりますのでご覧ください。吉田彩香、リーダーです。昔はアーティストやったよ。孫海洋、メインプログラマーです。この世界を作った神です。鈴木リオン、サブプログラマーです。キビクトやオルタイシュ、アートディレクターを担当したよ。カメラワークに苦しめられたよ。さあ、独特なテンポ、そして独特な世界観でのね、チーム紹介映像でした。かなりこういいセンスをねされてらっしゃるんだろうなというのが垣間見えましたね。神ですっておっしゃってましたね、はい、さあ、それではここでガバリー旅行記がどんなゲームなのかご紹介させていただきます。体のサイズが変化する不思議な世界を旅して、バッジを集めてゴールを目指す謎解きアクションパズルゲーム。キャラクターのサイズによって世界が変化する演出や体験作りにこだわった作品。特定の床を踏むとキャラクターの体は小さく変化しますが、そのポイントは単に大小2段階に切り替わるのではなく、徐々に小さくなること。体が小さくなることで狭い場所が通れるようになることはもちろん、今まで隠れていた足場が見えてきたり、上昇気流を使って高いところへ登れるようになります。また体が小さすぎても使えない足場も存在するなど、時には体を大きくする必要も。状況に応じて適切な体のサイズを見極めて微調整することが攻略のポイント。愛らしいキャラクターが活躍する絵本のような世界観をベースとしながらも、その攻略には高い思考力が求められる戦略性の高い作品です。それではここで最終審査で実際に試遊いただき審査に当たられた審査員の方から、この作品がファイナリストに選ばれた選考理由をお聞きしていきます。審査員を務めていただいた DNA 蓬莱博さんです。本日は Zoom にてご参加いただいております。蓬莱さんは DNA でディレクターを務めていらっしゃいます。それでは蓬莱さん、選考理由の説明をお願いいたします。はい、こんにちは、株式会社 DNA の蓬莱と申します。この度はファイナリストノミネートおめでとうございます。こちらのタイトル、絵本の世界を歩いているようでほっこり触れさせていただきました。私も子供がおりまして、うちの子が好きそうだなとファーストインプレッションで非常に興味を惹かれていました。この作品は作品紹介にありましたが、主人公の体の大きさを変更して、ギミックを駆使して攻略していくアクションパズルゲームとなっていまして、基本主人公の大小を切り替えていくんですけど、ステージを進めていくと大きいギミックと小さいギミック両方を併用する必要があるところがあって、なんかレベルデザインをちゃんとやってるなっていうふうにすごく感心したのが、すごく印象に残っています。ひょっとしてこうやればいいのという疑問から、仮説
現象のサイクルを回すことを理解すると、マップの環境を用いて自分で答えを探していく造形家はとても気持ちよくて、ちょっとした死にゲーの達成感のような気持ちよさがありました。私途中で行き詰まってしまってマップうろうろしてたんですけど、その時上昇気流を見つけまして、楽しすぎてしばらく浮いてましたね。空飛ぶのが面白くて非常に気持ちよかったです。無事にそこから次のルートを見つけてクリアさせていただくことができます。ここで一方で何をやるのか探すことも含めて本作の面白さではあると思うんですが、主人公の大きさを元に戻したりリセット的なゲームの都合で入れているようなシステマチックなところが人に伝わりにくかったのかなっていうような意見もありました。ただタイトルコールが入るまでの流れが非常に没入感が高くて最高だったので、感じで世界観に引き込んでいって没入感を維持したまま、もうちょっとその万人に伝わるようなレベルデザインみたいなやつを今後入れていってもらえたらよかったかなと思います。で、全体としてグラフィックエフェクト SE に至るまでゲームデザインに絡められておりまして、特にレベルデザインギミックの設計の皆さんに感じましたと。でほっこりした見た目に反して思考力を求められるアクションパズルゲームとして非常にしっかり楽しめました。あとです、で改めまして、ファイナリストのおめでとう、ありがとう、おめでとうございます。蓬莱さん、ありがとうございました。吉田さん、今の選考理由を聞きになってお気持ちぜひお聞かせください。はい、メインシステムに置いている対処をするっていう部分に一番注力して制作していたので、そこが伝わっていてとても良かったです。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで審査員の蓬莱さんからこの作品についてのご質問をお願いいたします。はい、この作品見た目が可愛らしいんですけど、結構ガチめの探索ゲームになってるなっていうふうにやってて思ったんですね。で、自分でその答えを見つける楽しさが肝だと思って出て、その何も語らないであえてやってると思ったんですよ。で、ここの説明をしないストイックさっていうのはどうしてそうしようと思ったのかなっていうのがありましたらお聞かせいただければと思います。そうですね、普段ゲーム、他の発売されてるゲームとかってあんまりこう細かくルール説明したりとか、こうしよう、ああしようみたいなのってちょっとあんまり少ないかなっていうのと、あとこのゲームは没入感みたいなところを大事にしたかったので、そういうところはちょっと省き目で制作しました。ありがとうございます。そうですね、この作品のストイックさっていうのが非常に知的好奇心くすぐられて私は最高に好きでした。ありがとうございました。蓬莱さん、ありがとうございます。審査員の蓬莱さんでした。では代表者の吉田さん、優秀賞の発表を楽しみにお待ちください。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。ファイナリストです。2作品目は切り替えエリア日本工学院専門学校アニマルナンバーズさんです。おめでとうございます。では、制作者の山本博樹さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、お願いします。それではファイナリストに残られた感想を一言お願いします。はい、そうですね、もう素直に嬉しいの一言が見つけるんですけども、ここまで選考していただいた審査員の方々、本当にありがとうございます。とても光栄になります。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。それではここでアニマルナンバーズのグループ紹介映像です。ご覧ください。ゲーム作るぞ、イエーイ、こんな感じにしよう。エレヘッド、おもんないな、テンポ悪いんかな、何も思い浮かばん。キャラそれぞれが動くランタンでよくね。それや天才、ええやん、ステージ作った、よし、これでいこう。実装できた、ステージ映像もできたよ。ステージ作るわ、はい、ステージ作った、ステージ作った、いい感じ、切り替え演出できました、助かる、ステージ作った、かっこいいリトライができたぞ、いいね、ステージ作った、
できたぞー、わーい、お疲れ。ずっと同じセリフ言ってサボってるやついなかったか。ステージ作った。さあチームの空気感、そしてゲームのこの制作過程がね、はい、よく伝わるチーム紹介 VTR でしたね。よく見えましたね。さあそれではここで切り替えエリアがどのようなゲームなのかご紹介したいと思います。重力を受けて上下左右に動く四角いフォークスと、自由に動き回れる三角のトライド、2体のキャラクターを切り替えながら交互に操作してゴールへ導くパズルゲーム。リソースだけでは表現できないプログラマブルなかっこよさがこだわりのポイント。2体のキャラクターはそれぞれ対応する色のエリアを持っており、ステージ内に存在する同じ色のブロックをエリア内に入れて実体化させ足場にして進むことができます。しかし安易に実体化させると障害物になってしまうことも。どちらのキャラクターをどの順番でどのように動かして進むのかが攻略の鍵に。2体揃ってゴールまで導きステージクリアを目指します。ブルームやグリッチなどのポストエフェクト、そしてキャラ切り替えやジャンプ時の挙動など細部に至るまでの細やかな演出とサイバーな世界観で仕上げられたセンスあふれる作品です。では審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた選考理由をお聞きしていきます。審査員のセガ高畑大輔さんです。高畑さんはネットマージャン MJ スターホース2などのディレクターを務めていらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、セガの高畑と申します。よろしくお願いいたします。この度はファイナリストノミネートおめでとうございます。はい、では選考理由についてなんですけども、まずはこのプログラマブルなかっこよさっていうところが非常によく表現できていると思いました。今画面でも出てますけども、こう動く時の軌道であったり、キャラクターが切り替わった時のこの後ろの背景の表現であるとか、そういったところ非常によくできているんじゃないかなと思いました。それからですね、こういったかっこよさをね、追求するっていうところになると結構いろんな要素が入ってきて、なんかごちゃごちゃしたりとかっていうのもよくあったかもしれないんですけども、そういったことが全くなくて非常にシンプルかつ三角と四角このモチーフの表現といったところを非常にスムーズにスマートに表現できているなと思ったところがまず一つです。それからですね、非常に画面のユーザーインターフェースであったり表示みたいな、そういったところもですね非常にとてもシンプルで分かりやすいといったところも評価高いところだと私は思っています。何をやったらいいのかっていうところが分からない、そういったところも全然なく非常にシンプルな画面でありながらスムーズに次のステージに進むことができるといったところ、これも非常にポイント高いところだと思っています。それからですね、最後は見た目だけではなくてですね、ゲームのバランス、ここも非常に優れたところだと思っています。切り替わるところの難易度、これも非常に面白いところですし、あとはキャラクターの性能差ですね、重力の有無であるところ、それから操作方法が違うといったところも絶妙に2つのキャラクターの違いといったところがうまく設定されています。そういうところで、表現的なこだわりっていうところと、あとはゲーム性、そういったところのバランスが非常に絶妙よくできているっていうところが、評価のポイントとなりました。私からは以上です。高畑さん、ありがとうございました。山本さん、今の選考理由を聞きになられていかがでしょうか。お気持ちぜひお伝えください。はい、本当に演出、プログラマブルな演出しかりですね、ステージだったりだとか、全体的なテンポの良さだったり UI 周りだったり、本当に細々としたところをたくさんこだわっていたので、そこをきちんと評価してくださってとても本当に嬉しい気持ちでいっぱいでございます。さあそれではですね、審査員の高畑さんからこの作品についてのご質問をお願いします。はい、先ほどスタッフの
メンバーの方の紹介 VTR にもありました通り、作られたメンバーの方5人でデザイナーさんがいないというところで、プログラマーさん中心のメンバーで非常によく作られた作品だと思いました。ただですね、実際のゲームの開発の現場ではデザイナーさんがいないということはあんまりなくてですね、ここで一つ山本さんに伺いたいのは、もし今回新たにデザイナーさんがメンバーとして加わったら、この切り替えエリアどういったところをパワーアップしたいのか、どういったところを強化したいのか、そういったところをちょっと教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、そうですね、四角と三角で統一するっていうのはもちろん多分そのまま貫き通すと思うんですけども、やっぱり画面がもうちょっと派手にできたりだとか、結構ブロックの模様デザインだったりは結構ずっと悩んでいた課題ではあったので、その辺は割とお任せというか注文する形にはなるかなっていうふうに思います、ね、はい、ありがとうございます。審査員の高畑さん、ありがとうございました。山本さん、引き続き中継でご参加ください。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。ファイナリスト3作品目は、公共の灯し神 12FPS さん、春大阪さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、代表者の宿丸流星さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。それではファイナリストに残られた感想一言をお願いします。まずはこのファイナリストに選出いただき誠にありがとうございます。やっぱりこの古代の大きい舞台でそのこういうふうに評価されたのが本当に嬉しくて、今でもちょっと感動しています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。それではここで 12FPS のグループ紹介映像です。ご覧ください。リーダーの宿丸です。これから制作に携わったメンバーを紹介するぜ。デザイナーです。プロにも負けないグラフィックを目指して頑張りました。プランナーです。魚たちの動きや光の演出をより美しく見せる設計を心がけました。プログラマーです。4人はプリキュア。サウンドです。水中をイメージしたサウンド制作にこだわりました。この度はお忙しい中審査してくださった審査員の皆様、ありがとうございました。ステージ確認すっか、全然動いてへんやん。最適化してや。はい、そうですね、何かこうメンバー一人一人にね個性があって非常にいいチームだなというのが伝わりましたね。際立ってましたね、うん。それではここで公共の灯し神がどんなゲームなのかご紹介いたします。光を失ったアクアリウムの世界を舞台に、光をまとう魚光魚を灯籠の光で導き光を灯していくパズルアクションゲーム。光と生命が調和するアートアクアリウムの世界を表現することにこだわった作品。プレイヤーは光を操る主人公灯し神を操作し、ステージを漂う光魚を誘導。その光でステージ上の光玉を取ったり、灯籠に光を灯したりするなど、各ステージに与えられたミッションをこなしていきます。ただ光魚の動きは気まぐれで、目を離した隙に巣に戻ったり、別の魚の群れに連れ去られてしまうことも。春夏秋冬をモチーフとした4つのステージを用意。そのどれもが圧倒的なクオリティで表現されており、季節を表す木々や光魚以外の生き物たちなど、光と生命が織りなす空間は思わず立ち止まってしまうほど。実際には行くことのできない谷底や水面に至るまで見事に表現された幻想的な作品です。それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた理由をお聞きしていきます。最終審査員の角川ゲームリンケージ
鈴木則康さんです。鈴木さんはファミス子どもメディア編集部編集長を務めていらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、角川ゲームリンケージの鈴木と申します。今回、ファイナリスト選出おめでとうございます。まあ、この画面見ていただければ分かる通り、とにかく圧倒的なビジュアルに、本当に驚かされました。しかも、まあ、世界観と相まってこのビジュアルというところが、大きな選考理由の一つになっております。ただ、まあ、ビジュアルだけがすごいんじゃないのっていうゲームではなくて、本当に、ゲームシステム練られているものだと感じております。ギミックとしては本当にそんなに、多くのギミックがあるわけではないんですけれども、どれもが練られているもので、本当にあ、こうすれば解けるんだ、あ、こういうタイミングでやってれば、集まってくれるんだなっていう、本当に、少ないギミックでありながら、ゲームとしては本当に思考性の高いというか、やってて面白いな、本当に、練り込まれたゲームだなっていうところが非常に印象的で、本当にグラフィック、ゲーム性どちらも素晴らしいというところで、今回選考させていただきました。鈴木さん、ありがとうございます。ヤドウマルさん、今の選考理由をお聞きになられていかがでしょうか。ぜひお気持ちをお聞かせください。はい、そうですね、まあ、グラフィックとかビジュアルをこだわることはもちろんなんですけども、そのゲームシステムってところまで評価していただいたのが本当に嬉しくて、このゲーム実際ゲームシステムをどう思考性高くやっていくかってところにものすごい苦労したゲームでもあるので、そういうところをしっかり見ていただいて楽しんでいただけたのはありがたいし嬉しいと思ってます。さあ、それではですね、審査員の鈴木さんからこの作品についてのご質問をお願いします。はい、まあ、本当にシンプルなゲームシステムなんですけれども、とはいえやっぱりもうちょっと、プレイヤー飽きさせないためにこういうシステムも組み込んでいこう、どんどん積み上げていく形でのゲームデザインではなくて、割とそぎ落とした形での、レベルデザインでのゲーム作りになっているかと思うんですけれども、足していこう、こういう要素どん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 盛り込んでいこうよっていうようなことが制作過程ではなかったんでしょうか。そこはちょっと気になりました。そうですね、もちろんこのゲーム性のボリュームでいいのかっていうその議論はあったんですけど、やはりこのゲームの肝はアートアカデミーの世界を歩くことが一番楽しいゲームにしようっていうのを一番最初に決めてたので、まあ、その歩いて楽しい要素だったり歩いて美しいグラフィック表現のところにもっと力を割くべきだねって言って、そういう風な作り方をしました。はい、はい、多分それが正解だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。審査員鈴木さんでした。ヤドウマルさん、この後も中継で引き続きご参加ください。さあ、それでは続いての発表に参ります。ファイナリスト4作品目です。コミカリズム、春名古屋、単勝 1.9 倍さんです。おめでとうございます。それでは代表者の内田ウィリアム秀幸さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。それではファイナリストに残られた感想を一言お願いします。はい、そうですね、3ヶ月で結構その頑張ったのもあるんですけど、チーム全員の作品が評価されたことが一番嬉しくて気持ちがいっぱいです。よろしくお願いします。おめでとうございました。それではここで単勝 1.9 倍グループ紹介映像です。ご覧ください。チーム単勝 1.9 倍ゲーム開発 RTA 解説動画です。テーマ発表と同時にタイマースタート。まずチーム結成イベントですが、お祈りすることで強力なメンバーが集まります。次の企画段階はプランナーを討伐することで企画書がドロップします。再装地点のデザインですが、デザイナーの固有スキルケモナーが発動し、かなりの時間短縮ができました。素晴らしい連携です。サウンドについてですが、神を崇めることで生成されます。そして最難関のプログラムイベントでは、仕様変更により再装となるため段数調整が必須です。応募した瞬間タイマーストップです。記録は3ヶ月でした。ご覧いただきありがとうございました。いや、
こちらの紹介 VTR に関しましても映像であったりこうデザイン面、うん、何かこうこだわりを感じるところを感じましたね。昨今はナレーションも AI が担当するんですね。そうですね、かなり近代的な感じがしますですね。さあ、それではここでコミカリズムがどんなゲームなのかご紹介させていただきます。ギャンブル壁の主人公シティを操作して借金取りからの攻撃をかわして反撃するアクションゲーム。リズムアクションとコミック表現にこだわり抜いた作品。プレイヤーは BGM のリズムに合わせてステージ内を移動。敵が突っ込んできた瞬間にテンポよくかわして敵の効果音を獲得。効果音をそのまま攻撃に利用することができます。テンポよく攻撃を重ねると観客のボルテージは上昇。逆にリズムに乗れなかったり敵の攻撃に当たったりするとボルテージが下がり舞台は強制終了、即ゲームオーバー。敵の波状攻撃に慌てることなくリズムを刻み続けることが攻略のポイント。アメリカンコミックのようなキャラクターだけでなく擬音を攻撃方法として取り入れるなど独特な世界観を構築。主人公がリズムよく踊り続けることでボルテージが上昇するという実際のライブ会場にいるような感覚でプレイすることができる、見て楽しい、遊んでも楽しい作品です。さあ、それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた理由をお聞きしていきます。審査員の光栄テクモゲームス平山正和さんです。平山さんはウォーロン・フォールン・ダイナスティのプロデューサー兼ディレクターを務めていらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、改めまして、光栄テクモゲームスのチーム忍者、平山と申します。この度は、おめでとうございます。この作品ですが一言に、気持ちいいに尽きる作品だったのかなというふうに私は思っています。敵を倒すことを目的でプレイするだけで、いつの間にか、気持ちいい心地よい、リズムを刻んでいるといったような、体験をすることができました。より気持ちいい拍を取ることっていうところがそのジャストアクションの、回避操作に当てはめられているというところがしっかりとシステムに落とし込められているというところもすごくこう周回すればするほど面白く気持ちよくなるっていったところもすごいいい点だなというふうに、プレイしてて思いました。またですね、主人公が倒すだけじゃなくて踊り続けるっていうことでゲージの減少を抑えられることができるという仕様が入ってたと思うんですけども、これがなんか地味なようですごくいい仕様だなっていうふうに思っていて、これがあることで、ずっとこう操作しながら、ライブ会場にいるような四分音符のリズムをずっとこう刻んでいくようなこうリズム感っていうのをプレイしながらやることができて、で時にこう敵が出てきた時に表の拍子だけじゃなくてこう裏のリズムが発生したりするとか、そういったリズムの抑揚が発生するみたいなところもプレイしててすごく気持ちいい作品になったんじゃないかなというふうに思っています。攻撃 の対象に対して のどういうふうにターゲッティングするのかとか、あとはなんかこうスペシャル技を出す時 の演出の部分とかっていったところがもっとこう派手になったりですとか、整理できたりすると、この作品は本当にベースが面白いなと思ったのでより進化していくんじゃないかなというふうに思っていました。いろいろとコメントさせていただきましたけども、全体としてはリズムゲームと、アクションといった部分をうまく使ったこだわりをすごく強く感じる素晴らしい作品だったと思っています。受賞者の皆様が今後関わる作品を一ユーザーとして、心から楽しみにしています。この度はおめでとうございます。平山さん、ありがとうございます。それでは内田さん、今の選考理由をお聞きになって今のお気持ちぜひお聞きしたいですが、どうでしょうか。はい、そうですね、今回ゲームによくやっぱりゲームを作るんだったら気持ちよく楽しいっていうのを一番にしたかったので、それがどうやらその評価していただいたのでめちゃくちゃ本当に嬉しいです。一クリエイターとしてもうそうですね、心がいっぱいです。ありがとうございます。さあ、それではここでですね、審査員の平山さんからこの作品についてのご質問もお願いします。はい、今回の
テーマがまあこだわりといったところですごくこう幅広いゲームの種類があったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その中でこのリズムとアクションを絡めた作品にしようと思ったきっかけみたいなのがあればぜひお伺いさせてください。はい、そうですね、このリズムとアクションを組み合わせた理由なんですけど、まず私たちがゲームを作るとして遊んでもらうのであれば楽しくで直感的に遊んでもらいたいっていうのが私たちの第一の、こだわりだったので、やはり一発で分かるそのアクションとリズムで拍を取らせてプレイヤーにそのままだんだんと乗ってだんだんと気持ちよくなるっていうのに、にもこだわったので、そこを先行させていただきました。ありがとうございます。まあ、今おっしゃったところがすごく体験できる素晴らしいタイトルだったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。審査員平山さんでした。代表者の内田さん、引き続き中継にてご参加ください。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。ファイナリスト5作品目は、新年3秒前、日本工学院専門学校 We Have 遊び心さんです。おめでとうございます。それでは制作者の宇野沢海人さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではファイナリストに残られた感想を一言お願いします。はい、今回の制作はアマチュア部門では見たことないテンションの高いバカゲーという制作コンセプトだったので、やっぱりすごい心配ではあったんですけど、ファイナリストという形で進出したのでとてもほっとして嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。それではここで We Have 遊び心のグループ紹介映像です。こちらご覧ください。 We Have 遊び心。大変だったところはどこでしょう。やっぱりジャンプするたびに声出すのが大変でしたね。酸素足りないわ、足痛くなるわ、声枯れるわ、でも大変でしたね。なんでそんな長いリーゼントなんですか。いや、長いところがリーゼントじゃないんですよ。そもそもリーゼントっていうのはサイドを後ろに流して後頭部で髪をピタッて合わせることを言うんですよ。上に乗ってるのは何ですか。みかんですか。これね、みかんちゃうんすよ。ダイダイっていう果物なんですよ。ダイダイ色のダイダイの部分ですね。ダイダイはインドのヒマラヤ地方が原産になって皆さんありがとうございました。こちらが全メンバーの紹介です。ではまた。エンド。さあ、 VTR ご覧いただきました。紹介の中では終始ね、ふざけてるように見えたかもしれませんけれどもゲームに関しては非常に真剣にきっと取り組んで作られているんだろうなというふうに感じます。ではここで新年3秒前がどんなゲームなのかご紹介させていただきます。We have 遊び心、イエーイ。新年3秒前。主人公ボッチを操作、指定された新年までの制限時間の間、宙に浮いた状態をキープし空中で年越しを目指すジャンプアクションゲーム。全応募作品の中で一番テンションの高い作品であることにこだわった作品。ルールは至ってシンプル。ステージ内のオブジェクトを踏みつけながらジャンプし続けるだけ。地面に落ちるとゲームオーバー。制限あるジャンプ回数はオブジェクトを踏むことで回復。しかしステージが進むにつれて触れてはいけないオブジェクトや天井が床となる無重力空間、制限時間が3秒より長くなるなど様々なトラップが出現しプレイヤーを悩ませます。スティックでの直感的なステージ選択やリトライ時のスキップ機能などでテンポの良さを生むとともに300種類以上の肉声を収録加工した効果音でハイテンションなゲームに仕上げています。いわゆるバカゲーとしての面白さをとことん追求し、ポップで独特な世界観を見事に表現したユーモアあふれる作品です。それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた理由をお聞きしていきます。審査員のバンダイナムコエンターテインメント富所弥生さんです。
富所さんは熊友猫友釣りスピリッツシリーズのプロデューサーを務めていらっしゃいます。はい、それでは選考理由の説明をお願いいたします。ではまず、皆さん、チームウィーハブ遊び心の皆さん、ファイナリスト選出おめでとうございます。そして、このゲームとても面白かったので皆さんの顔が見れること私自身も嬉しく思います。まず実際にこの多くの人が私は行っていると思うあの年越しジャンプを題材にジャンプした状態で新年を迎えればクリアという、ゲームの証あの面白いというか分かりやすい良いゲームの証とも言えるあの3秒で説明できるこのルールに非常に好感を持ちました。で、開発メンバーの皆様のこだわりが、バカゲーを作ることと、でバカゲーってなんだろうと思うと一般常識を超えたシチュエーションと、テンポの良いゲームプレイで、プレイヤーを笑わせ楽しませることかなと思います。で、このバカゲーらしさに求められるものっていうのがあるかなと思うんですけれども、まあ、それが、まあ、世界観のナンセンスさだったり、テンションの高さはこのゲームにはもちろんのこと入っているのと同時に、特筆すべきはあのテンポの良さだと感じました。ゲームリトライ時に、タイトルの読み上げの調整がされたり、ステージ選択がスティックでできたり、あ本当に細かいところまで、ハイテンポがキープできるように、丁寧に作られていることにすごく感心させていただきました。であの世界観だけじゃなくてこのゲームプレイも今ねジャンプしてますけれどもしっかり面白いです。アイテム間の距離を見ながら、どういう流れでジャンプしていこうかをまず考えてジャンプ中のアクション操作を調整して、新年を迎えてからもよりスコアを伸ばそうと、ジャンプを続ける流れは、ゲームの基本であると思う、思考操作工夫達成がきちんとできていて、前述のテンポの良さも相まって、ずっと遊んでいたいというか遊んでて楽しいもっとプレイしたいという気持ちになることがあのすごく素直になりましできました。で、他にもあの操作感やレベル設計も違和感なく気持ちよく遊べるように、作られてるなと感じてます。であと細かいところではありますがあのプレイヤーが、ね、操作に集中しているだろうということを前提に、ボイスでゲーム状況のサポートがかなりあって、開発者からあのプレイヤーへのおもてなしといいますかもっとこうやったら分かりやすいだろうプレイヤーが楽しく遊べるだろうといったような気持ちおもてなしの気持ちを感じることができました。長くてあるなんですけど全ステージをクリアした時のスタッフロールでもあのジャンプの遊びが入っていてあのバカゲーの良さの一つでもある開発者の方が楽しくゲームを作ってるだろうと感じられるようなことも作り込まれています。このすごい卒のない作りはねあのバカゲー界の学級委員長と勝手に名付けさせていただくぐらいあの非常によくできたゲームだったなと思っております。全体的に高いレベルでできているのであの十分満足だったりするんですけれどもあの例えばあのストーリーはこう言ったら違いますよって言われるかもしれないですけどあのゲームの設定とあの残りのゲーム状況をテンポよく伝えるって言ったところのあのゲームの要件でできているなという意図がちょっと感じられておりてありましてあとグラフィックもバカゲーらしさというゆるさと簡単さを感じられる見た目であることあときっとあの完成させやすいゲーム調整のバランスがしやすいぐらいのクオリティにすることっていったところが多分要件の裏にあるだろうなと思っていてあの絵でゲームを面白くさせるようなアイディアはもう少し足されてもより良かったかもなと感じました。バカゲーが真に求めるねインパクトとかくだらなさっていうよりかはあのすごくよくできているっていうゲームだったためあのそのインパクトのところがもうちょっとあっても面白かったかもと思ったりするんですけれどもそういったところが、まあ、学級委員長たるゆえんともあるかなと思ってます。ただあのこのプレイヤーのことを考えて丁寧に作られたゲームはあの愛があるなと思っていて、まあ、本当にバカゲー界の真面目で優しい学級委員長のことを愛せるゲームだなと心から感じることができました。なのであのとてもいいゲーム作っていただき、遊ばせていただき楽しくさあの過ごさせていただいてあの宇野沢さんとチーム遊び心の皆さんにありがとうございます私からも伝えさせていただきたいなと思います。ありがとうございました。宇野沢さん今の選考理由をお聞きになっていかがでしょうか。お気持ち聞かせてください。はい、やっぱりチームメンバーみんなで、作ってきたゲームの良さを理解していただいたというか伝わったなと思ってすごく安心してすごい嬉しいです。ありがとうございます。さあそれではですねここで審査員の富所さんからこの作品についてのご質問をお願いします。2つぐらい聞いてみたいんですけどあの、はい、1つこの宇野沢さんたちのチームメンバーはこのゲームのようなテンションの人たちですか。あみんなちょっと後ろにいるんで出てきたみんないるんですけど多分一番テンション高いのは自分ですね、うんうんうん、
で周りも結構自分のせいでテンション高くなるっていうか、まあ、自分が起爆剤でどんどんみんなおかしくなっていくっていうチームですね。あ、とてもいいですね、ありがとうございますあのもう一つと言ってしまったがあれなんで、また遊びたいなって思えるゲームだったんで、もしこのゲーム売ろうと思ったら、はい、あのどんなことを追加していくらぐらいで売りますか。そうですかねでも結構ステージのボリュームもあると思うので、うん、どうだろう、まあ、今のままなんか2、300円で行きたいですね。あ、それはあの私は買うかなって思いましたあ、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。審査員の飛びどころさんでした。難しい質問でしたね。宇野沢さん、引き続き中継でご参加ください。ありがとうございました。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。ここからファイナリスト後半6作品目です。スクリューダイブ春大阪ポケットパレットさんです。おめでとうございます。それでは制作者の中山康和さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではファイナリストに残られた感想を一言お願いします。そうですね、今回このような形でチームメンバーの頑張りが認められたことを本当に嬉しく思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしておめでとうございます。ではここでポケットパレットのグループ紹介映像です。こちらご覧ください。この度はファイナリスト選出誠にありがとうございます。それではスクリューダイブの開発メンバーの紹介動画をどうぞ。非常にですね、ノリの良さ、そして学生らしさ、さらには真剣さもね、伝わる部分があって非常にいいチームだなというふうに感じました ね。それではここでスクリューダイブがどんなゲームなのかご紹介いたします。深海遺跡にはびこるタコを落下させ深層部を目指す 3D パズルアクションゲーム。こだわりのポイントはネジの回し方。ネジを回して探索の邪魔をするタコをすべて遺跡の外に落とせばステージクリア。ネジの回し方とその効果は多種多様。時にはネジを回して床を外してタコを海の底へ落とし、時にはネジを回してスパナを回転させタコにぶつけて吹き飛ばす。またある時はネジを回す方向を変えて壁となるブロックが移動する方向をコントロールするなど、どのネジをいつどちらに回すのかが攻略の鍵に。自身の足場はうまく残しつつ、タコを落とすタイミングや残りのエネルギーを見計らい効率よくまとめて排除できた時の達成感は格別。さらには深度が増すにつれ徐々に変化を見せる深海の世界観をも見事に表現し、20ものステージが用意されたクオリティの高い作品です。それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた理由をお聞きしていきます。審査員のカプコン一之瀬康則さんです。一之瀬さんはモンスターハンターライズのディレクターを務めていらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いします。カプコンの一之瀬です。皆さんはじめまして、
この作品、あ、そうですね、スクリューダイブ、開発メンバーの皆様本当におめでとうございます。このゲーム、まあ、ネジを回すという部分にこだわりを持った、作品でして、本当に、まあ、そのネジを回すっていう部分一つをいかにこういろいろな、遊びに広げていくかってことが、たくさん詰まったゲームだと思っています。本当にちょっと、楽しく、めちゃくちゃ大好きな作品なので、紹介できて、嬉しいと思っております。最初実はこのゲーム、やり始めた時にはタコを、まあ、ネジを回してこう落下させる、まあ言うとタイミングゲームみたいなものなんかなって思っていたんですけど、こうやり込めばやり込むほどなんかね、ゲーム自体も先ほど話したネジを回すっていう部分を軸に、単純にネジを回したりネジを昇降させたり、また何ですかね、先ほどの話あったようなスパナをひねってこう弾き飛ばすような、そういったギミックがたくさん仕込まれていて、でまたネジを回すっていう部分をとっても、なんですかね、どのタイミングでネジを引き抜くのか、まあ複数あるネジからこうどれを選んでネジを抜いたらいいのかだったり、またですかね、ネジの左右どちらに回すとか、いろいろ本当に考えさせられるような作りになっていて、すごくこう遊んでいくうちにこういろいろ味がするっていうか、本当スルメのような、やればやるほど楽しめるようなゲームになってるなと思っております。ゲーム自体もこう面クリア型のもので、まあ、ストーリー自体がちょっとあるわけではないんですが、まあ、ゲームを進めていく上でだんだんこう海底の多分お宝を探しに行くみたいな、ゲームになってるかと思ってはいるんですけど、その最終面までたどり着いた時に、本当に今までクリアしてたゲーム性っていうか遊びの集大成になっていて、本当にこう海底神殿を探索するような一つ一つこうギミックをクリアしていくとか遊びが本当によくできていて、最後まで楽しめました。最後クリアしてもエンディングムービーとかがあったりとかして、なんかね、こう達成感がすごいなっていうのが、感じられてよかったです。こう先ほど言ったこう面クリア型のゲームではあるんですけど、こう、何回もトライしてこう 解放ですかね、謎を解いていくところが本当によくできていて、トライアンドエラーがして、それが解けた時に気持ちよさっても十分あったりとかして、また、クリアした時にこう主人公のキャラクターと相棒のスパナなのかな、スパナ君か、が、こう一緒にくるんって演出するような様とかもすごく可愛くて、まあ、愛がこもった作品だなって、まあ、実際、まあ、こだわりがとても強くある作品だなって思いました。本当に、僕も大好きな作品なのでおめでとうございます。一ノ瀬さんありがとうございました。代表者中山さん、今の選考理由をお聞きになってどのように感じていらっしゃいますか、お聞かせください。本当に細部までネジにこだわって作ってきた作品なので、そこが本当に評価されてとても嬉しく思います。さあそれではですね、審査員の一ノ瀬さんからこの作品についてのご質問をお願いします。そうですね、まあ、レベルデザインとかめちゃ気にはなってるんですけど、もう少し、初歩的なところの分で、なんで敵がタコなのかってところは、イカでもなくサメでもなくタコになったかなってのはちょっと、やってても分からなかったんで、ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど。そうですね、僕のゲーム、このゲームは結構二転三転していて、タコっていうのはその前のゲームの名残ではあるんですけど、タコ焼きを焼くみたいなゲームだ、もともとそんなゲームだったんで、この名残でそれを使って書いて、その世界観を書いてにして作ってみようって言って、そのタコを中心に世界観が作られてます。なるほどですね、すごいなんか納得したんで、てか、ま、この業界でもあるあるかもしれないんで、はい、めちゃくちゃ分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。審査員一ノ瀬さんでした。ありがとうございました。代表者中山さん、それでは優秀賞の発表楽しみにお待ちください。さあそれでは続いての発表に参りましょう。ファイナリスト7作品目は、花蓮花、春名古屋、トンチンカントンチンカンコーミンスカンさんです。
おめでとうございます。それでは代表者の杉村隼さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。それではファイナリストに残られた感想一言お願いします。いや、もうとにかく嬉しいので、今日は一日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ楽しんでください。おめでとうございます。ではここでトンチンカントンチンカン公民館のグループ紹介映像です。ご覧ください。日本ゲーム大賞受賞決定、やった、イエーイ。そうだ、チーム紹介 VTR 撮らなきゃ。どんなの撮る？そういえばさ、みんなって腕立て伏せできる？できるでしょ。いや、できるでしょ。それだ。さあ、ご覧いただきました、まあ、非常にですね、あの学生らしさもありながら、やはりこう若い世代の、ね、うん、発想力というところには驚かされます ね、 本当ですね。腕立て伏せから始まっていくという、ね、一生懸命やってましたね、はい。それではここで花恋歌がどんなゲームなのかご紹介いたします。みんなを楽しくさせる花火を妬む博士により、やる気を奪われてしまった仲間を救うため、花火の爆発を連鎖させるパズルゲーム。爆発の連鎖による気持ちよさにこだわった作品。プレイヤーは起爆剤である親方を移動させて点火し、周りの花火を連鎖させ全て爆発させることができればステージクリア。親方を爆発させる場所やタイミングを見極めることがポイント。一方向にのみ火花が飛ぶクラッカーや、長時間火花を出し続ける柳花火など、花火の持つ特性を生かして爆発の連鎖をつなげます。火花の拡散をせき止めるブロックや、特殊な連鎖が必要となる主花火なども登場。その攻略には高い戦略性が求められます。また花火の美しさにもこだわり、起爆してから徐々に消えていく余韻に至るまでをリアルに表現。パズルを解く爽快感と花火の爽快感を同時に体験できる作品です。それでは審査員の方から、この作品がファイナリストに選ばれた選考理由をお聞きします。最終審査員のコナミデジタルエンターテインメント、米山実さんです。米山さんはプロ野球ドリームナインシリーズなどのディレクターを務められ、現在は遊戯王マスターデュエルのプロデューサーでいらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、花恋歌、制作チームの皆さん、この度ファイナリスト選出おめでとうございます。このゲームはですね、爆発の連鎖による気持ちよさ、花火の綺麗さという伝えたいものに対して、シンプルなゲーム性で説明の方が最小限で、次のステージが楽しみだなと思えるレベルデザインやギミックの追加、テンポやプレイにしやすさに至るまで、細部まで繰り返しプレイし調整し、手触りにこだわっていたところが良い意味でのこの特筆するところがない、クオリティの高い、ゲームにつながっており、細部までこだわって遊びに集中できるコンテンツ作りが、できたと感じられました。このこだわりというコンセプト、裏返すと何でもありで、人によって何を評価するか、本当に千差万別で難しい選考でした。私はこの花恋歌のプレイ感の良さ、花火の綺麗さ、連鎖の気持ちよさをシンプルに感じられるゲームデザインと、そこを支える細かいゲーム作りに対するこだわりを感じました。当たり前のように花火が綺麗で、当たり前のように連鎖が気持ちいい、伝えたいものを伝えるために必要な要素が詰まっていた作品だなと感じました。うちも最初に、ね、プレイしたときは、クリアするまで
説明もいらずになるほどこういうゲームかなと思ったんですが、改めて見返したときに本当に花火が綺麗だったな、連鎖気持ちよかったなっていう感想だけになったのが逆にこれすごいことだなと思いまして、普段からやっぱ大事にしているそのゲーム作りに対する細やかな気配りだったりがすごく好印象でした。この度改めて花レンガの制作チームの皆さんおめでとうございます。米山さんありがとうございます。では代表者の杉村さん、今の選考理由をお聞きになられてお気持ちをお聞かせいただけますか。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。自分たちが伝えたかった花火の綺麗さやテンポの良さとか、もうとにかく遊んでて楽しい、気持ちいいって思っていただけるように制作を3ヶ月間頑張ったので、そこを楽しんでいただけてとても嬉しく思います。ありがとうございます。それでは審査員の米山さんからこの作品についてのご質問をお願いします。そうですね、今回その先ほども選考の時に言ったんですけれども、そのこだわりというコンセプトの中でどうやってじゃあこの花火でパズルにしようと思いついたのかっていうのは、ちょっとアイデアの出し方としてちょっと一つお聞かせていただければなと思います。そうですね、僕たちはすぐに花火にしようって決まったわけじゃなくて、もう結構1ヶ月間ずっとアイデアを出しまくって、もうそれこそ1000個以上のなんか要素を組み合わせて、これが気持ちいいって思えるようなゲームを考えていたので、その結構自分たちが考えてた期間がこのゲームの面白さにつながったかなって思います。ありがとうございます。その難しい選考があったと感じさせないようなこのプレイ感の心地よさというのは本当にいい作品だなと思いました。本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。審査員の米山さんでした。それでは代表者の杉村さん、優秀賞の発表を楽しみにお待ちください。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。残すところファイナリストもあと3つとなりました。ファイナリスト8作品目はパニッキュー春大阪ピカソフトさんです。おめでとうございます。それでは代表者の稲垣リオンさん、よろしくお願いいたします。はい、この度はファイナリストに選んでいただきありがとうございます。今まで賞、をもらえるほど面白いと思ってもらえる作品を作ってこれなかったので、純粋に嬉しいですね。この経験が次の作品にもつながっていければと、思っています。以上です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではここで、ピカソフトのグループ紹介映像です。ご覧ください。プログラマーです。デザイナーです。プランナーです。ミュージックです。イエーイ。チームピカソフトです。よろしくお願いします。随所にね可愛らしさがこう散りばめられていて、ほっこりしましたね。こうパニッキューというのがこうニック級から来てんだなというのがね、この VTR から伝わってきましたね。はい、さあそれではそんなパニッキューどんなゲームなんでしょうか、ご紹介いたします。臆病な猫が日頃いじめられている狼からの挑戦を受け逆襲を試みるパズルアクションゲーム。相手を驚かせた時やパニックになった時の感触がこだわりのポイント。プレイヤーは狼に近づき、ステージ上のアイテムやクラッカーなどのギミックを使って狼を驚かせて画面左のゲージを貯めます。狼を極限まで追い詰め、ゲージをいっぱいにした上で最後に驚かせるとステージクリア。多くのギミックを連動させたコンボで高得点を獲得することがゲームのポイント。狼に見つからないよう移動ルートを予測、時には自らギミックを配置して一筆書きのようにコンボがつながった時の爽快感は抜群。驚かせた時の効果音やコントローラーの振動などのエフェクトにより相手の驚き具合がプレイヤーに直感的に伝わります。
そしてハロウィンの夜をモチーフとした親しみやすい世界観やクリア時間の制限をなくすなど、ゲームが苦手な人や初心者でもじっくりと落ち着いて楽しむことができる完成度の高い作品です。それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選ばれた理由をお聞きしていきます。最終審査員のスクウェアエニックス高大輔さんです。タカさんはハーベステラのプロデューサーを務めていらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、どうもスクエアエニックスのタカです。よろしくお願いいたします。このパニッキューですけど、とにかくね、可愛いですね。まずで、相手を驚かせた時のパニックになった時の感触とか、そういったものをそのすごくね、映像で見ている以上に気持ちいいものになってますね。で、振動とか FE とかエフェクトが非常によく噛み合っていて、非常にその体感というか非常に気持ちよさを演出していると思います。で、非常に無駄なように見えるんですけど、その驚かせた後のなんか猫がしめしめとウシシシみたいな感じで笑うところがあるんですけど、そこがすごくね、非常に無駄に見えるようで、その気持ちよさをすごく演出してるいいポイントかなと思います。あと、そうですね、まあこれもちょっとその地味ですけど、チュートリアルとか操作説明っていうのがゲーム上でその看板に出てると、なんかその普通にやると、その一枚絵を出してその単に説明してしまいがちなんですけども、まあそのプレイ上で演出として入れてる、それがすごくいいポイントかなと思いました。ゲーム性、ビジュアル、UI、サウンドともにクオリティが高くて、総合力が高い非常にいい作品のように感じました。ファイナリストおめでとうございます。タカさん、ありがとうございます。代表者の稲垣さん、今の選考理由を聞きになってお気持ちいただけますか？はい、ありがとうございます。本当に猫の表情であったりとか、驚かせるというのは一番最初に作っていった部分ですし、そこを、はい、感じられたというのはすごい、作っててよかった、妥協せずに作ってよかったなと本当に思っています。ありがとうございます。さあ、それではですね、審査員のタカさんからこの作品についてのご質問をお願いいたします。そうですね、すごく世界観が良かったというか、そのハロウィンをモチーフにした感じでしたけども、このあたり の, そのモチーフの決め方っていうのはどういうふうに決めていったんでしょうか？キャラクターのモチーフですね、まあ、キャラクターと世界観全体の、キャラクターと世界観、はい、驚かせるっていう部分で、やり返して、強い相手にやり返していきたいっていうところで、ハロウィンっていうテーマを用いて、やっていくことを考えましたね。それで、オオカミっていう、まあ、本来オオカミが強い怖い相手やけど、それを驚き返したいっていう思いで、はい、作っていきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。審査員のタカさんでした。代表者の枝垣さん、それでは引き続き中継でご参加ください。さあ、それでは続いての発表に参りましょう。残すところファイナリストあと2作品となりました。9作品目です。跳ねるバブル、日本工学院専門学校全自動シャボン玉割り機さんです。おめでとうございます。それでは代表者の山本七樹さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではファイナリストに残られた感想を一言をお願いいたします。そうですね、やっぱりみんなでちょっとファイナリストに残ったってことで、まあ、みんなで喜びました、はい、おめでとうございます。それではここで、全自動シャボン玉割り機のグループ紹介映像です。ご覧ください。全自動シャボン玉割り機リーダー兼プログラマーの山本です。こだわりというテーマだったため、私たちは何にこだわるかを考え、最終的にシャボン玉に決まりました。このシャボン玉の動き、見た目にこだわった跳ねるバブル制作メンバーを紹介していきます。最初にプランナー兼ディレクターの入田です。プランナーとしてスケジュール管理やレベルデザインを担当しました。次にプログラマーの阿部です。
より泡の挙動や攻略の楽しさが感じられるように意識して作りました。また難易度も少し難しめになるようなステージを多く作りました。ちなみに今回も自分の私は、そしてアートディレクター兼プログラマーの枠井です。雰囲気作りに貢献し、敵の見た目や画面全体をポップ調に仕上げました。最後にメインプログラマー兼サウンドの寺尾です。プレイヤーとアワトジメント、敵と背景とモーションとパーティクルと BGM と SE を作りました。以上の5名でゲームを制作しました。最後に私たちの作品を審査いただきありがとうございまし た。さあ前編ね、ゲームの中で紹介していただいたということで、非常にゲームへの愛というものが感じられるチームでしたね。それではここでハネルバブルがどんなゲームなのかご紹介させていただきます。泡を操る主人公を操作してゴールを目指すジャンプアクションゲーム。泡を使った動きの気持ちよさにこだわった作品。プレイヤーは敵に泡を割られないようキャラクターを操作して先へと進みます。しかし敵を避けるためのジャンプボタンは存在せず、キャラクターはプレイヤーの意思にかかわらず自動でジャンプします。このオートジャンプを繰り返しながら泡を発射し、くっつけて足場にしたり、時には敵を包んでやっつけたり、またある時には大きな泡を作って踏んで大ジャンプを狙ったり、泡をどのタイミングでどこにどのように設置するかを考え、狙った場所に適切に設置することが攻略の鍵に。ステージに設置された泡を巻き込んでの連続ジャンプは爽快感抜群。また泡が主人公に帯状についてきたり、地形に引っかかったりする挙動や泡の弾けるアクションや効果音などにもこだわったユニークな作品です。ではこの作品が、ファイナリストに選出された理由、審査員の方からお聞きしていきます。最終審査員の角川ゲームリンケージ鈴木則康さんです。選考理由の説明をお願いいたします。はい、まずはファイナリスト選出おめでとうございます。この泡を使ったアクションゲームなんですけれども、泡を発射しながら進むジャンプアクションゲームというところで、プレイ前のイメージとしては、ジャンプ操作をしながら、せわしなく泡を出して、泡が途切れないように進んでいかなくちゃいけないのかなというところで、若干難度が高そうだなというところで尻込みをした面もあったんですが、このゲームの場合は泡が全てオートで、ジャンプが全部オートっていうところで、そこで、ジャンプを操作しながらっていうところの、難しさっていう部分が、避けられていて、本当に泡をどの方向に出そうかとか、泡をどういうふうに割っていこうかっていうのが、そういう思考的な部分に、特化させてくれたところ、泡を使った動きの気持ちよさを堪能させようっていうところが、非常に、面白かったと思います。また連続で泡の上をジャンプする小気味よさ、ステージ上に配置された泡による連続ジャンプのスピード感といったところも非常に爽快感が高くて、このゲームの、小気味よさっていうところが十分堪能できたと思います。本当に、アクションゲームとして手触り、もう本当に指触りがいいっていうのが、このゲームの評価の大きなポイントにもなっています。とはいえ、そんなに、ギミックも多いわけではないんですけれども、その点でちょっと、ステージ進んでいくと飽きてくるかなとは思ったんですけれども、全然そんなこともなくて、面が進むたびに、レベルデザインの方で、プレイヤーを飽きさせないステージ構成というのができていた点も、非常に評価の高いところとなっております。受賞者の皆様、今回、ファイナリスト選出おめでとうございます。鈴木さん、ありがとうございます。では代表者の山本さん、今の選考理由を聞きになってお気持ちを聞かせいただけますか。はい、このゲーム、操作は本当泡を出すだけで、ワンボタンで
プレーできるんですけど、やっぱりそこの部分は結構最初からもうワンボタンでいくぞっていうので決めていたので、まあ、そこを評価していただけると嬉しいですね。はい。さあ、それではですね、審査員の鈴木さんからこの作品についてのご質問もお願いいたします。はい、ワンボタンでっていうところもあったんですけれども、とはいえやっぱり最初の方の、思考段階では、プレイヤーをジャンプさせよう、ジャンプボタンをつけようなんていうところの試行錯誤っていうのはあったんでしょうか。もちろんそれはあったんですけれども、やっぱり操作が増えるとやっぱり難易度もやっぱり上がってきてしまうので、まあ、そこはやっぱり抑えて、まあ、ワンボタンでいこうっていう話になりましたね。はい、多分それが正解だったと私自身は思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。審査員の鈴木さんでした。それでは代表者山本さん、引き続き中継にてご参加ください。さあ、それでは続いてが最後の作品の発表ということになります、はい、ファイナリスト10作品目はレッツパーリー ECC コンピューター専門学校パーリーナイツさんです。おめでとうございます。それでは代表者の林和樹さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではファイナリストに残られた感想を一言お願いいたします。はい、チームメンバー結成時からずっとこの機会を、チームメンバーで、試みてたので、この場でできてよかったなと思います。ありがとうございます。それではパーリーナイツのグループ紹介映像です。こちらご覧ください。チームリーダー兼メインプログラマーを務めました林久月です。ボスのプログラムを担当しました清水健太です。敵や弾の挙動のプログラムを担当しました及立幸太郎です。プレイヤーとバリーの感触のプログラムと演出を担当しました。このゲームの核であるバリーが気持ちよくなるようにこだわりました。ディレクターの糸井さやかです。担当箇所は企画の立案からシステム面のレベルデザインです。岡田達也です。ステージレベルデザインを担当いたしました。我々の特に工夫したところはシステム面とステージ面ともに初心者でもプレイしやすい環境を作ることを目指しました。アートディレクターチャンカイです。ゲームの UI と敵のデザインを担当します。岡穂香です。ボスのデザインを担当しました。今回は特に UI のデザインと世界観と色使いを頑張りました。最終審査までご選出いただきありがとうございました。よろしくお願いします。さあ、非常にね、真面目にこう真剣にしっかりと、自分たちの役割などを伝えていただきました。こう人柄がねしっかりと伝わってくるグループ紹介映像でしたね、うん、てっきりパーリーですからね。はい、かなりねテンションが、ね高く高いテンションが高い紹介映像なのかなと思いましたけれども、かなり真剣な感じでしたね、はい、さあ、それではそんなレッツパーリーどのようなゲームなんでしょうか、ご紹介いたします。時期を操作し敵を殲滅してクリアを目指すシューティングゲーム。ただしプレイヤーは自ら弾を発射することはできません。代わりに敵の発射した弾をギリギリで受け止めて弾き返す、いわゆるパリーが唯一の攻撃手段。ゲーム初心者でも上級者でもパリーの爽快感を体感できることにこだわった作品。磁気の周りを覆うバリアで敵の弾を集め、タイミングよくパリーで反撃。バリアを発生させている間、敵の攻撃がスローモーション状態になるため、本来上級者テクニックであるパリーを手軽に実行することができます。当然敵の弾を利用しないと攻撃できないため、時には自ら敵に近づいて弾を集めたり、風に流されてきた弾や水面から弾けた水滴をも弾として利用するなど、シューティングゲームとしてのやりごたえも抜群。
無機質かつ危険な雰囲気を醸し出す敵キャラクターが織りなす弾幕を鮮やかに切り返して殲滅させた時の爽快感にあふれる作品です。それでは審査員の方からこの作品がファイナリストに選出された理由をお聞きしていきます。最終審査員の角川ゲームリンケージ千木良さんです。千木良さんは電撃プレイステーションの編集長を務められ現在はメディア事業本部クリエイティブディレクターでいらっしゃいます。それでは選考理由の説明をお願いいたします。はい、まずはファイナリストの選出おめでとうございます。今回このレッツパーリーという作品なんですけれども、まあ、なんといってもこの今回、まあ、テーマがこだわりということでいろいろなこだわりを持つ作品が今回選出されたんですけれども、その中でも特にこのレッツパーリーという作品は操作に伴う爽快感っていうのにものすごいこだわりを感じました。まあ、フォーマット的にはすごい 2D のシューティングの、フォーマットを使った作品ではあるんですけれども、先ほど紹介にもありました通り自分では弾を撃つことができなくて全て相手の弾を跳ね返して攻撃するというと、まずそこが特徴の一つ でさらにですね、それだけでなくて、ちょっと普通 のパリーとか敵の弾を跳ね返すとなるとどうしてもこのタイミングがシビアであったりとか、非常に高難度なゲームを想像しがちなんですけども、このゲームはパリーするとき周囲にバリアが張られて、でその瞬間周囲の弾が非常にゆっくりになるんですね。でその間にこの弾を絡め取ってこの一気に放出して敵をいっぺんに倒すというな、その部分にものすごいこう爽快感へのこだわりが感じられる作品だったかなというふうに思います。でさらにですね、自分の時期もダッシュで瞬時に移動できたりとか、非常にあれですね、プレイヤーが非常に爽快、瞬間的になんか感覚的に移動できて、で気持ちよく敵の弾を跳ね返して攻撃ができるという非常にやっていて初心者でもとっつきやすく、なおかつ気持ちがいいというような作品になってるかなと思います。ただね、すごくそのシンプルに爽快感を追求した分、なんか攻撃パターンとかにもっとバリエーションがあったらいいなとかっていうふうに思ったりすることもあったんですけれども、多分この爽快感とかこの今回この作品に感じられたこだわりっていうのはきっとなんか今後のゲーム制作策にもきっと生きてくるものだろうなと思います。はい、改めてファイナリストの選出おめでとうございます。千木良さんありがとうございます。代表者の林さん、今の選考理由を聞きになられてお気持ちいかがでしょうか。はい、チームメンバー全員でこういう、パリの気持ちよさとか、あと初心者に向けたゲーム設計を行ってきたので、そこを評価してもらえて嬉しいなと思います。さあ、それでは審査員の千木良さんからこの作品についてのご質問をお願いいたします。はい、こういうシューティングというゲーム性になると多分いろいろなこだわりの方向性があって、例えばギミックにこだわったりとか、あとなんか割と難易度を高めにしてなんかそこを突破する時のなんかこう達成感みたいなものにこだわりを感じるとか、いろいろな方向性が検討できたなと思うんですけれども、まあ今回割とこう間口を広く取って、まあ誰でもこの爽快感が味わえるっていう方向に舵を振ったそのきっかけみたいなのがあればちょっとお聞きできればなと思うんですけれども。はい、そうですね、もともとこれは、プロトタイプでいろんな人に遊んでもらった時の、感触で、ちょっと誰、みんなに遊んでもらいたいなっていう一心で、間口を広くしたっていう形になります。じゃあもうできるだけ多くの人にテストプレイとかも、じゃあ結構周りの人とかにやってもらったりとかっていうことを行ったんでしょうか。はい、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。審査員の千木良さんでした。代表者の林さん、引き続き中継にてご参加ください。さあ、以上10作品が応募総数441作品の中から選ばれましたファイナリストということになります。はい、まあ、本当に各作品それぞれに個性があって、そして今年は特にそんなアイデアがあったかと驚かされる作品ばかりでしたね。皆さん頭が柔らかいですよね。発想力見事ですね。さあ、それではいよいよ優秀賞の発表となります。
今回優秀賞に選ばれた作品は5作品となります。そして優秀賞の中から大賞がさらに発表されることになります。なお優秀賞の発表ですが、先ほどまでの50音順ではなく応募が早かった順番となります。当然ですが、ファイナリストの皆さんは自身の作品が何番目の応募であるかはご存知ありません。最後の最後まで自分の作品名がコールされるか期待しつつ、ハラハラドキドキしながら発表をお待ちください。さあ皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。優秀賞の発表です。それでは発表いたします。優秀賞一作品目はパニッキュー春大阪ピカソフトさんです。おめでとうございます。それではピカソフト代表者稲垣さん、再びお声を聞かせください。はい、いやありがとうございます。本当に、名前を呼ばれた瞬間すごいガッツポーズとって、はい、メンバーもすごい喜んでましたね。ありがとうございます。では、稲垣さん、最後に一言、はい、大賞に向けてのお気持ちもお聞きできますか。はい、もうここまで来たら絶対に取っていきたいと思っています。はい、以上です。本当におめでとうございます。ピカソフトの皆さん、この後大賞発表期待してお待ちください。お待ちください。さあでは続いての発表に参りましょう。優秀賞2作品目です。切り替えリア日本工学院専門学校アニマルナンバーズさんです。おめでとうございます。アニマルナンバーズ代表者山本さん、こんにちは。さあでは優秀賞に選ばれました、今のお気持ちいかがでしょうか。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。本当になんか本当に残ってほしいという気持ちがすごいあったので、実際に名前を呼ばれて今チームメンバーみんなで喜びました。はい、ありがとうございます。山本さん、ぜひ大賞に向けての意気込みもお聞かせください。そうですね、まあ、ここまで残ったからにはぜひちょっと狙っていきたいというか選ばれてほしいなっていう気持ちがあります。はい、いや本当におめでとうございます。アニマルナンバーズの皆さん、この後の大賞の発表を期待してお待ちください。さあでは続いての発表に参りましょう。続いてが優秀賞3作品目です。公共の灯し神春大阪 12FPS さんです。おめでとうございます。 12FPS 代表者やどうまるさんです。優秀賞に選ばれました、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、とりあえず安心しました。本当にありがとうございます。大賞へのお気持ちもぜひお聞かせいただけますか。そうですね、ここまで来たらチームメンバー全員で頑張ったので大賞欲しいなと思ってます。ありがとうございます。おめでとうございます。 12FPS の皆さん、この後の大賞発表を期待してお待ちください。さあ優秀賞も残すところあと2作品となりました。それでは発表いたします。優秀賞4作品目は新年3秒前日本工学院専門学校 WeHave 遊び心さんです。おめでとうございます。 WeHave 遊び心代表者宇野沢さんです。さあガッツポーズも見せましたが優秀賞に選ばれました、今のお気持ち宇野沢さんいかがでしょう。いやもうすごい緊張感が解放されて嬉しいですね。もうここまで来たら大賞取りたいです。お、大賞取る自信は終わりですか。大賞だ。さあ改めておめでとうございます。WeHave遊び心の皆さん、この後の大賞発表を期待してお待ちください。さあでは続いてが優秀賞最後の作品となります。それでは発表いたします。優秀賞5作品目はスクリューダイブ春大阪ポケットパレットさんです。ポケットパレット代表者中山さんです。おめでとうございます。優秀賞に選ばれました、今のお気持ちいかがでしょう。あ、本当に安心します。いろんな思いが本当に込み上げてくるというふうに思います。中山さん、
大賞への気持ちもぜひお聞かせいただけますか。いやもうここまで来たらもう大賞ね、大賞狙いたいです、うん、よろしくお願いします、はい、いや本当におめでとうございます。ほっとした気持ちがかなりあると思います。この後ポケットパレットの皆さん、大賞発表を期待してお待ちください。さあこれで優秀賞5作品が出揃い、残すはいよいよ大賞の発表のみとなりました。今ご覧いただいておりますこちら、この作品の中から今年の大賞が発表されます。改めまして、今年エントリーされたのは441作品、その中からファイナリストが10作品、そして優秀賞5作品まで残っているというこの5作品になります。もうここまで残っているだけでも、ね、はい、素晴らしいことですが、たった一つ、はい、はい、どんな結末が待っているんでしょうか。さあ皆さん心の準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう、大賞の発表です。さあ5チームの代表者の皆様が顔を揃えました。制作チームの皆さんにとって仲間と共に過ごしたゲーム制作の日々は何者にも変えられない人生の宝石になったはずです。仲間との達成感、辛かったこと、大変だったこと、喜びを分かち合ったこと、その全ての経験を大賞につなげられるのはたった1チームということになります。それでは発表いたします。日本ゲーム大賞2023アマチュア部門、大賞は新年3秒前日本工学院専門学校リーハブ遊び心さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。先ほどよりも大きなガッツポーズを野沢さんチームリーダー見せました。ではリーハブ遊び心代表者宇野沢さん、お喜びの声もぜひお聞かせください。うわもう泣きそうです。もう本当に嬉しいですよ。4ヶ月間制作してきてありがとうございました。本当におめでとうございます。それではここでですね、最終審査の審査員を務めていただきましたカプコン一ノ瀬康則さんより大賞にお選びいただいた選考理由を聞いてまいります。一ノ瀬さんよろしくお願いいたします。はい、カプコン一ノ瀬です、再びですが、改めて、新年3秒前、開発チームの皆様、大賞おめでとうございます。ナイス、ちょっと似てないですね。本当にたくさんの面白い、こだわりのある、作品の中から、この新年3秒前が選ばれたっていうのは本当にすごいことかなと思っております。僕もこのゲームを始める前に PV の方を見させていただいたんですけど、もうその時から実は、一番気になる作品でワクワク、していたのを、思います。本当に、なんすかね、ぶっちぎりのテンションに山盛りの効果音、そしてこうおバカなストーリーは新年みたいなこう三拍子揃った、なんすかね、ゲームを一番最初にプレイした、瞬間がステージ1かな、もう鏡餅を踏みつけた瞬間から結構すごいハマってしまって、めちゃくちゃもう昼休みとかも忘れてっていうか、昼休み他のゲームして遊んでるんですけど、そのゲームすることなく、このゲームを遊び続けて、プレイさせていただきました。本当にもう細部にわたって作り込まれているっていうのが、まあ、おバカな、ゲームだ、まあ、テンションが高いゲームだっていう、こだわりの部分以外にも本当に、繊細にこう積み重なれているような、ゲーム性だったりとか、そういったものが、面をクリアしていくことに感じられる、非常に、優秀なっていうか、完成度の高いゲームかなと思っております。ちょっといろいろ個人的にいろいろ思っている部分があるんで、そういったところもちょっと話させてもらえたらなと思ってるんですが、もうすごい好きなのがこうバッ
バットを持ったバッターの横にバッターがいたりとか、こうカウントダウンもあるんですけど、まあ普通3、2、1って、まあ、今よく聞いてたらなんか3、2、1とか、なんかあれバグってんのかなって最初思って、何回も聞いたら、3、2、1みたいな感じで、よくよく聞くと日本語と英語がカウントダウンでランダムでこう生成されてたりとか、めちゃくちゃこだわりがあって、もう亀踏んづけたらちゃんと甲羅になって落ちるし、こう門松はロケットになるし、で途中でストーリー、3秒前がもう3秒前じゃなくなったりとか、してもう結構はちゃめちゃな展開とかも、あったりするのを丁寧に作られていて、スタッフロールとか、まあ、先ほどのお話ありましたけど、最後まで遊ばせるような遊び心が用意されて、まあ、クリアした後も、隠しキャラが登場してついつい2周目まで遊んでしまいましたけど、本当に、なんですかね、開発者のさまざまなこだわりっていうのが凝縮された、ゲームで、本当にそういったものを一つ一つ発見するっていうのも、楽しみの一つになっていて、すごい、完成度の、ただ面白いだけじゃなく本当に、いろいろな要素が、まあ、思いが詰まった、ゲームだなっていうのを感じさせていただきました。本当に、新年3秒前の皆さん、おめでとうございます。一ノ瀬さん、ありがとうございます。それでは代表者宇野沢さん、再び今の選考理由をお聞きになっていかがでしたか？ですね、やっぱ自分たちが思いを込めたこのゲーム、なんかこだわりだったり面白さだったりっていうのがすごく伝わっていて、まあもうすごく嬉しいです。ありがとうございます。さまざまな方に評価していただいたというふうに思います。宇野沢さん、仲間と共に作り上げたこのゲームでした。 WeHub 遊び心のメンバーには今何とお伝えしたいですか？いや、もうナイスですありがとうございます。会場からも笑いが起きています。では最後にですね、今後のこうチームとしての夢であったり、個人でも構いません、目標であったり、そういったものを聞かせてください。やっぱりこの4人チームはもう綺麗な絆でつながっているので、もう 2,30 年後でも飲みに行ける友でありたいなと思ってます本当に素晴らしいチームでした。改めまして、日本ゲーム大賞2023アマチュア部門の大賞に輝きましたのは、新年3秒前制作チーム WeHub 遊び心の皆さんでした。本当におめでとうございました。おめでとうございました。後ろにいらっしゃいますね、はい、前の方にね愉快ですね。さあ、そして一ノ瀬さんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございましたさあ、以上をもちまして日本ゲーム大賞2023アマチュア部門すべての賞の発表が終了となりました。いや、もう本当にね、今回、このゲーム制作だけではないかもしれませんけれども、はい、改めて人の個性というものが、性格というものがゲーム作りに反映されるんだなというところを深くこう分かった、知った、そんな今回の授賞式だったなというふうに思いますね。やはり皆さん、こう皆さんを楽しませようという気持ち感じられる作品ばかりでしたね、うん、そうですね、はい、感動しました、はい、素晴らしいクリエイターが、いっぱいいるんだなということで、日本のこのゲーム業界も将来明るいなという、本当ですね、ところが感じられました、思わされました。さあ、それではここで皆さんにお知らせがございます。2007年より16回にわたり実施してまいりましたこのアマチュア部門なんですが、2024年からは NHK エンタープライズさんが主催されております神ゲー創造主エボリューションへ継承をし、私たち瀬沢特別協賛協力団体として応援しつつ、より多くの次世代クリエイターの発掘や育成に取り組んでまいります。これまでアマチュア部門にご応募いただいたクリエイターの皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして今後は神ゲー創造主エボリューションへぜひご応募いただき、これからもゲーム制作に積極的にチャレンジいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。神ゲー創造主エボリューションに関する詳細なんですが、公式ホームページでぜひご確認をお願いいたします。また幕張メッセのサンホールではアマチュア部門や U18 部門の作品に加え、神ゲー創造主エボリューションの作品も試遊することができますので、そちらもぜひお立ち寄りいただけましたら幸いです。なお、このアマチュア部門は
ご覧の企業団体の皆様からのご協力、講演をいただき開催させていただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に日本ゲーム大賞についてのご案内となります。明日も各部門の受賞作品の発表を行ってまいります。年間作品部門は東京ゲームショー初日となる9月21日16時より東京ゲームショー2023メインステージにて発表をさせていただきました。経済産業大臣賞やゲームデザイナーズ大賞、優秀賞、大賞などの発表の模様ですが、 TGS 公式番組チャンネルにてアーカイブで配信いたします。そちらぜひご覧ください。また U18 部門は日本ゲーム大賞 U18 部門公式 YouTube チャンネルにて明日の9月24日10時より決勝大会を行い、金賞、銀賞、銅賞それぞれが発表されます。詳細はこちらご覧ください。そして同じく明日9月24日日曜日13時から TGS 公式番組チャンネルにおきましてフューチャー部門の発表受賞式も取り行われます。このフューチャー部門は東京ゲームショーに出展発表されている未発売作品に対する一般投票を募集し、多くのファンがその発売を待ち望む期待の作品を受賞作品として選考いたします。なお投票ですが本日の23日16時まで本日の23日16時までインターネットにて受付をしておりますので、まだまだ間に合います。どなたでも投票いただくことが可能です。ぜひ投票ください。抽選で200名様に受賞ソフトプレゼントさせていただきます。皆さんぜひ振るって投票をお願いいたします。お願いいたします。以上をもちましてアマチュア部門の発表受賞式は終了とさせていただきます。本当にこう若い声を、ね、生で聞くことができましたので、そういったもうこれはゲーム制作に、ね、関わらず、そういったこう若い世代が、ね、頑張ってどんどんこういろんな業界も盛り上げてほしいなというところを感じた今回のこうアマチュア部門の、受賞発表式だったなというふうに思います。今後も、ね、ゲームを中心に日本がいろいろと盛り上がっていけばいいなというふうに思います。今日参加された皆さんもどんどん羽ばたいていく様子を、ねね、見届けたいですね。はい、改めまして皆様、長時間ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。